この間の中コロム図鑑でゲットしたあのアルセウス映画の前売り券ピチュー、これピカチュウ色のピチューっていうことらしいんだけど、言うほどピカチュウ色まあショコタンピチュー、こいつをねハートゴールドソウルシューバーに連れていくとギザミンピチューと出会えるイベントが発生するらしいので、こいつがイベントのトリガーになるっていうことなのかな。あ、プレシャスボールじゃない、ここまだこの時代は反映されないのか。これ本当はプレシャスボール入りのはずです。ただこのアニメーションではモンスターボールになってますね。まあでもそうか、そらそう時代よな。これもさすがに多くを求めすぎた。この状態でウバメの森に行くといいみたいな、森の神様を祀ってある、ここじゃないのかな。それ戦闘にしたらとかかな。おお来た、急に来た、すごっ、ピチューだ片方の耳がギザギザして、すげえ、初めて見た、へえ、ちょっと俺のポケモンなんだけど、返せよ、あぶね、よかった帰ってきて。あ、何、やだ怖い、変な人が来た、なんだよ、そのほこらにいたずらをしてはいかんぞ、神隠しに会うからの。この祠の地下では子供やポケモンがいなくなることがあるのじゃ。時間を自由に飛び越える力を持ったポケモンの仕業だと言われておるがの、セレビー、本当に不思議なことじゃ。へえ、おやこの子は。いつからかわしも知らんのじゃが、この森に住み着くようになったピチューじゃな。初めて会った頃は寂しそうにしておったが、今日は随分元気じゃの。え、これってさ、捕獲のイベントがある、もしかしてボール選べるこれ。え、お前のボールでやんなきゃいけないの、モンボに入れなきゃいけないの、戦闘になるこれ。なんだよお前、ジジイ、マスボに入れさせてくれマスボに入れたかった。すごい、親俺になってる。こいつね、進化しないらしいぜかわいそうに。マスボに入れたいよな、可能なら。これ俺がモンボ持ってた場合、モンボをもらうみたいなイベントはなくなるのかな。モンスターボールを1個買ってきました。あ、いや、モンボくれるんだ結局ボールはもうどっちにせよもらえるらしい。あ、やっぱりそうか、手持ち開けてないとダメか、すみません。ああ、これは色違い分かりやすい、ショコタンピカチュウ。ああ、始まるんだちゃんと。でも変な感じ、お兄ちゃんじゃ。ああ、まあいけるか、そらな、そらそうよな。でもちょっと特殊な絵面にはなるな。今ねざっくり調べてきたけどね、やっぱギザミンピチュウは色違い出ないらしいな。これな、色違いいてくれたらな。でもこいつはハートゴールドソウルシルバーから移動できないらしいから閉じ込めっぱなしになっちゃう。なんだ、お客様のお連れになってるギザギザ耳のポケモンはポケモンセンターのデータベースには登録されていない種類ですのでお通しできません。あそこもうさ、交換できないだけでなく、この中にも入れてもらえない、ちょっとかわいそう、差別するなよ、差別を受けています。ずいぶん珍しい、ちゃんとあるんだ。へー、片方の耳がギザギザしてるのも変わってくる。え、これマジで、でも動かせないんだよね。僕のよく知ってるピチューとちょっと違うみたいだよ。本当に珍しいな。ウバメの森で出会ったのかい。ウバメの森はセレビーっていう不思議なポケモンが姿を見せると言われてる。これ知らん。ポケモン、大木田博士がポケモン学会で発表した論文にセレビーと時渡りの、おい、だって大木戸は出てたじゃん、セレビーの映画。テレビは時渡り、過去や未来へ自由に生きる不思議な力を使うんだ。このピチューが時渡りでやってきたポケモンなら他の人に渡したりしないで、ケンゾくんが大事に育ててあげるといいよ。見たところこのピチューはセレビと一緒に長い時間渡ってきた影響が体に残ってるみたいだから、僕からポケモンセンターにおい、お前が、え、お前が、え、じゃあさっきポケモンセンター通れなかったのは何、お前の根回しじゃないの。おい、申し訳ありません、若葉タウンの宇津木博士から連絡がありましたこっちも、こっちはいけるんだ。ダイパだぜこれ相手。
え、いけんのこれ、いけんだ。お、ちょっとギザミ、あー、ギザ耳じゃなくなってるよ。まあそらそうか、降参させよう。はい、俺の勝ち。あー、やっぱ選べなくなってる。なんでこいつら選べないのね。秘伝技か、秘伝技と同じ感じになるのか。おおう、このギザ耳ピチューは元の場所にステイさせた方が良さそうだ。このピチューは時渡りでやってきたポケモンらしいね。見たところこのピチューはセレビーと一緒に長い時間渡ってきた影響が体に残ってるみたいだ。連れてくるのはデンジャラス、ベリーデンジャラス。ちゃんとあるんだセリフが。でも今の時代さ、みんな大量発生のために時渡りさせまくっ、鈴木健三